いやー、危ない危ない危ない。なんとラスイチでした。なんとちょうどこれで売り切れということで、いや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 、危ない危ない。これ、早玉さん回ってから寄っとったら、もしかしたらアウトやったかもしれませんね。今日一番の目的、これですからね。新宮で乗り換えにした。本当はあそこ、キーカツーダや、キーカツーダね。キーカツーダの方で降りた方のが、都合が良かったんですけどね。相手の新宮の方でね、行ったっていうのはね、何せこれが買いたかったからなんですからね。危ない危ない。本末転倒になりかけました。よっしゃ。真っ赤でやったら、まあ、歩いても、間に合わんことはないでしょうからね。もう改札くぐってすぐですからね。よいしょ。飲み物も買ってあるし、あっちやとちょっと起伏がありましたけど、こっちから行ったらね、多少起伏が緩やかですからね。で、中野町商店街の方から抜けてきました。よいしょ。和歌山ですけどね、和歌山っぽいものもね、多いですけど、やっぱりね、当然、大桑とかもそうですけどね、百福銀行なんかもあるっていうのがね、こう三重と和歌山のちょうどやっぱね、接合点なんだなって感じがしますよね。だから、うどるの人は多分、この和歌山の百福銀行使った方のが三重県ですけど、ね、三重県の銀行ですけど、近いんじゃないかな。まあ、日曜日ですし。だいぶガランとしてますね。やっぱり日曜休みのところが多いですからね、この県のところは。前来た時にちょっとここも気になってましたけどね、キャロットさんで。ちょっと中で食べてる時間がねえな、今日は。しまってしまった。で、この前あれですよね。ここも現役ですからね。この前この国有の看板すげえなと思って見てましたけど、冷静に見てみるとこのセーラー万年筆のこのデザインも相当すごいですね。加藤節屋さんもあるな。加藤節屋さん、そうそうそう、散々ね、カツオだしより昆布だしみたいな話をしてましたけど、カツオが取れる土佐がすぐ近くですからね。あ、新宮だとすぐ近くという感じはちょっと薄いですけど、和歌山だったらね、何せもう本当に渡ってしまえばすぐね、阿波ですからね、高知ね、四国と本当に近いですからね、フェリーですぐ簡単に来ますしね。食器屋さん、すごい。あ、土鍋がいっぱいとか。そうだね。土鍋の時期ですもんね。これもすごいな。いろんなバードな。陶器、あ、どうか、陶器だからか。へぇいつの時代のやつなんだろうっていうのが結構ありますね。へぇー。じゃあね、低い。ね、低いな。ああ、青年会議所さんか。こんな建物のところにあるんですね。結構いろんな雑居ビルの中に入ってるイメージが強いですけどね、青年会議所さんって。うん。四日市は商工会のところに、商工会とはまた別の建物だ。ね、入ってましたりしますしね。違ったよな。どうやろ、二の子が商工会議所やろ。で、二の二に商工会館って、ああ、そうそうそう。別々別。ね。そうそうそう。懐かしいな。だって、この前ここに来たときは、ね、普通にその商工会議所とかあの辺り配達やってたんですからね、まだ。今となってはもう懐かしい感じですけど。すごい。すごい、睨んできてますけど。なんだこれ。なんだこれ。帽子屋さん？帽子専門店なんだ。すごいな。すげえな。
も結構アパレル系の店とかでも営業してるところが多いですよね。結構これは見て最近はね、もう本当に本当商店街によってはめっきりもう空いてる店を探すのが大変みたいなところも多いですからね。なんだこれ、青空一番みたいなやつ。あ、みかんか。まさかのね、北原ミレイさんですよね。北原ミレイさんって名前を聞くと、ワイルドハーフに出てきた猫耳の女の子ね、のミレイちゃんってのを思い出すんですよね。俺ら世代でも通信とかだこれ。ほとんど続きないんじゃないかな。あ、お弁当屋さんは閉まってんのか。駅どっちだ。駅どっちだっけな。あ、ウェイさんが出てきた。ウェイさんでしたからね、今使っとるあのこの SD カード買ったのね、あの熊野で熊野まで来て SD カード忘れたことに気がついてね、買ってね、まあまあいいお値段の、やつですけどね、まあ今となってはいい思い出ですよね。500メートル、もう近くですね。大丈夫だろうな、乗り遅れてねえだろうな。参拝をカットしたんで42分。お、まあ、ちょっとまずいぞ。何分でしたっけ。50分って言ってましたね。お、100メートル10秒で走れれば全然余裕ですけど、無理ですからね。さあ、ちょっと駆け足ね。ちょっと。これが三角柱のあたりね。ホテルなんかでゆっくりしたりね、観光するのにもね。ホテルで泊まってね、それでね、本宮山の方にね、次の日に出かけるなんていうね。普段なんかもいいんじゃないかななんて思いますよ。よいしょ。あ、南紀が来てる。名古屋行きの南紀ですよね。本当だったらここら辺で行くね。多分今から出発するんでしょうけど、それだとこれやけど、ちょっと撮ってたらそのまま多分黒潮が来て接続するはずですから、面白いな、この辺りもね。こっちの方もね、河川敷いてあるんやな。ああ、ピーとかね、すごいな。コミュネットユーユーってなかなかなネーミングセンスですねと思った。郵便局だ、そうだそうだ、新宮局だ。おや、あと一回下らなあかんのか。そっか、和歌山か。あ、で和歌山ね、パンダで有名な和歌山県だもん。
そっかそっか、そうだったんだ。よいしょ。ほぐしどころかもありますけど。まあ、ずたばたしながらも。駅前までやってきましたよと。よし。あ、今度髪切りますか。で、やっとったら、いつうちに、来るはずですかね。あ、ここタピオカ屋さんになってたんだ。いつの間にか。前からかな。あ、えらいピンとかずれとった。よし。前からタピオカやってましたっけ、ね、なイメージなかったけど。結構お客さん多いな。いいことです、いいことです。さあ。で、多分言うとるうちに、クロスをやってきますからね。クロスを乗ってきました。もう案内出てますね。12時50分ですね。お、まあまあギリギリだったな。いかにかな。道中余裕見すぎた。